どうかな。今年のウィンドブルーム祭も悪くないでしょ。君はすごく忙しいのに。春になったらモンドに戻って僕たちと一緒に自由の風を楽しんでくれる。本当に嬉しいよ。時間があるなら僕が今年新しく作った愛の歌を聞いてみない？古本。じゃあ読むね。世にこれほどの色彩があっただろうか。誰一人として染まらぬものはいない。白色よりも天雲に似て、金色よりも太陽に似る。それは君の瞳に落ちて孤独な心に光が再び降り注ぐのだ。ちょっと真面目すぎたかな。そうだ、スイートフラワーをお題にもう一つ作ろっかな。セノが君に送ったカードの裏面、悪くないだろう。僕もかなり念入りに考えたんだ。彼の要求はとても面白いものだったよ。ドラゴンの姿がある、かっこいい、相手が見とれるものならなおよし。自分用にデザインしたカード裏なのに相手に見とれさせたいなんてね。これはつまり七星召喚をプレイする場では勝負よりも友情を大切にしていることを意味しているのかもしれない。それから彼はこのようなものは友達と共用してこそ意味があると言っていた。どうやら彼にとって君はとても仲のいい友達らしい。ついでに言うと、セノはこれを僕にも送ってくれたんだ。お返しと言ったら変だけど、うん、このゲームを試しにやってみるのもいいかもしれないね。新しいカードの裏面だが、実に悪くない。俺のデッキと合わせれば完璧と言えよう。お前もこれを受け取っただろう。それを使って一戦やらないか。問題ない。準備ができたらまた声をかけてくれ。これいい、スクロース。手作りのお弁当を持ってきたよ。後で一緒に食べよう。本当か、やった。私アンバーさんの料理のことで一つだけ意見を言いたいの。あのね、アンバーさんって時々料理に調味料を入れすぎることがあるでしょ。最近しょっぱいものをたくさん食べてるせいかな。ストレスと関係してるのかもな。カードゲームでもするか。ストレスを発散できるぞ。いいんじゃない。確かスクロースとコレイはカードゲームが上手だったわよね。あ、そうそう、私たちカード仲間なんだ。前もカードについて話したことがあって。カードゲームのベテラン型、機会があったら私にも教えてちょうだい。うん、コレイはカードゲームの才能があるし、私たちの中じゃ一番強いかもね。え、私？ええ、そこばじゃみんなそう言っているわ。スメールの女の子がすごいやり手だから、いつか勝負してみたいってね。よかったね、コレイ。カードゲームで有名になったみたい。あ、私が。モナお姉ちゃん、クレイね、葉っぱが4つあるお花を見つけたんだ。すっごく綺麗なんだよ。モナお姉ちゃんは好き？おや、私にくれるのですか？ありがとうございます、クレイちゃん。もっとクレイのことはめて。ええ、もちろんいいですよ。ご本、今の私はそれがすごく得意ですから。偉大なる火花騎士クレイ、あなたはモンドの希望の炎であり、人々の担い手。担い手？おや、
クレイちゃんはこのような褒め方が好きじゃなかったようですね。それでは、クレイちゃんはとても可愛いですね。帽子もリュックもとってもキュートです。ママに買ってもらったんですか？うん、ママが言ってたよ。ドドコと一緒に選んだんだって。ドドコはこのリュックがとっても好きなんだ。だからドドコもこのリュックにつけてるの。あとこれを買った時、もう一人一緒に選んでくれた人がいたんだって。確かその人は、みんなにおばばって呼ばれてるみたいだよ。どうしておばばが出てくるですか？いえ、待ってください。そう言われると、確かにおばばは帽子を買うのが好きでしたし、それがあの人の特徴でもありましたね。不良のアドバイスありがとうございます。まさかスメールのレンジャー長がこの分野にも長けていたなんて、本当にすごいです。レンジャー長と測量士はよく外を回るからね。必要とする技術が被っているのも当然だよ。役に立ててよかった。機会があったら僕もスメールに行ってみたいです。あそこは地形がとても複雑だと聞きました。直接この目で見てみたいものです。うん、確かに少し複雑だね。初めてスメールに来た人は道に迷いやすいかも。それどころか雨林の中でキノコや果物の種類を気にせず食べることさえある。僕たちのところにもよく母風のマッシュルームを取る人がいますよ。そうだ、君たちは母風のマッシュルームをレシピに加えてアレンジしてみようとしたことはあるかい？単品で食べると確かに食感が良くないけど、他の食材と一緒に調理すれば少し良くなるかもしれない。僕は試したことないですが、そう言われるとなんだかやってみたくなってきました。うん、僕も試してみたいな。後で母風のマッシュルームを取りに行こうか。ウグイさん、これは夢じゃないんだよね。本当にモンドに会いに来てくれるなんて、どうして来てくれたの？思いもしなかったよ。どないしたん？うちが来たらあかんの？リーウェイからモンドまでってそない疲れるようなことちゃうやろ。それからもうそろそろ直接ウグイスって呼んでくれてもええんちゃう？ウグイス？え？ウグイス、慣れるまでもうちょっと時間がいるかも。そない緊張してまだ何もしてへんのに。僕は嬉しいんだ。ウィンドブルーム祭に僕に会いに来てくれてありがとう。悪くない。お前もこれを受け取っただろう。私が守ってやる。逃げ場はない。
またか。降伏しろ。想定内の不運だ。悪くない判断だ。判決からは逃れられない。こんな風に油断大敵だ。またか。審判子孫した威勢がいいな。お嬢様、行こう。時間は有限よ。しかるべき勝利だ。